ば全品の全品の座り引きで、ね、やばくない？やばいよ、ちょっと行ってみる。もう結構なんかあれだね。すごい。文房具も売ってるね。皆さんこんにちは、しほりみチャンネルしほです。はい、ということで今回はヴィレッジヴァンガードで買ってきたものを紹介していきたいと思います。でですね、今回ヴィレッジヴァンガードさんで買ったんですけど、今回なんか記念大感謝祭とかいう、そういう祭りみたいな祭じゃないよね、祭りみたいな、そういうのがありましてですね、はい、全品なんと 80% オフになってきたので今回買ってきました。早速紹介していきたいと思います。はい、まず一つ目がこちらです。じゃん、高いが何ですか。こちらはですね、ヘッドホンでございます。おーい、なんか値段がついてた後ろに。おお、1万円の文字がこの1万円の半額のアングルは 80% オフなので2000円でございます。はい、安いよね、1万円が2000円で、なんかこんな感じになってて、ヘッドホンです。これね、見た目がかっこいいっていうかおしゃれなんですね。でなんかパパが言うには1万円のヘッドホンで80% オフで、うん、相当お得らしいです、うん、なんか音がね、やっぱいいらしいよね、高いものはね、高いければ高いほど音がいいらしくて、うん、ちょっとでしてみた感じもすごくいいんでしょ。そう、あのやってみた感じもすごくなんかフィットするんですね、なんか、うんうん、音がなんか集中できそう、うん、集中して海の中に入ってきそうな感じ。ちょっと横の木の部分がね、なんか可愛らしい、おしゃれよね、ほんとすごいおしゃれだと。ただね、ちょっとそこの黒い部分がちょっとね、あのハゲてきてるのかな。そう、ここなんかもう見本だったのかわからないけどハゲてきちゃって、うん、だそれはちょっとね、あの取るっていうか、まあ向けてる部分はちょっと取って、はい、まあでもこれはこれでなんかデザインとしていいと思いますね、おしゃれなのかなっていう感じかな。はいはい、なんか今ね、ヘッドホンとか使う機会がちょっと増えてきたのでね。そうですね、うん、増えてきてます。はい、で買いました。はい、これね、音が悪かったらパパにあげたいと思います。続いてはこちらです。なんだろう、これ時計かな、なんだろうそれ、多分時計ですね、多分パパかな、これ時計だから、これ時計なんだ、時計でなんか1500円の 80% オフですね。で、これが多分デジタルっぽいよね、スマートウォッチって書いてあるね、超いいやつ、デジタルになるんだね。裏に書いてあるんだけど、こんな感じになる感じ、なる感じ、多分これはね、電池入ってんのかな、開けてみる、開けてみます。いいの、パパじゃないのに開けちゃって。大丈夫よ、あのね、パパとリミがね、一番ね、楽しそうにね、ずっと見てて、ママとしーちゃんはね、途中でね、イングの洋服屋さん行っちゃったから何買ったかね、実は知らなかったりするんですよ。ねえ、何これ、多分これはどっちが買ったんだろう、リミかな、え、パパじゃね、パパかな、でもこんな白いのパパするね、ちょっとあまりパッと壊れるよ切れるよ、なんか電池入ってるっぽい、うん、つかない、つかないね。ここから電池を自分で入れんのかな、後ろここね、ね、わかんない、はい、後で見たいと思います。
私なんかこれなんだけど取れてない。あ、これね、パパの携帯、あ、ないの、なんかそこに。ないの？うん。これね、もうパパがね、待ちきれなくてね、すでに使ってるんですよ、もう。スマホケース？いくらするんだろう。これ5,400円。おー、結構するね。これがまあ2割引き、あ、8割引きでーす、はい。ちょっと写真ね、載せたら載せときまーす。この辺。はい。載せれなかったら白い画面のものなんだけど。最悪だね、それ。続いては、あ、これ買ったの、ママ。そう、ママはね、なんかあんまりなんかこう欲しいっていうものはなかったんですけど、やっぱ緑だ。緑だ。ママ、緑が好きなんですよ。なんか心癒される感じが。これ緑はね、世界平和なんでしょ、宇宙を救うんでしょ、世界。そんなこと言ってないわ。あれ、なんかペンをさ、そう、ペンをさせるんですよ、文房具を。世界を、緑は世界を救う。そんなこと言ってない。一人で盛り上がる。いきますね、うん、えい。はい、こんな感じで、なんかペンがさせるみたいな。そうですね、こんな感じので、このトレイみたいなところには、まあ、クリップとかなんか消しゴムとか置ける感じ。はい、そうですね。ですね。これはね、ママが使うそうです。使えるかな、うまく使いこなせるか心配だけど。でも使いこなせなかったら、私がリミの机にね、うん、置いとけば何とかなると。はい、そういうことで、学生の机に置いとけばペン立てられ何とかなります。そう、緑もね、こうあるしね。緑は世界を救うんだよね。はい、次にこちらです。こちらボディミストだと思います。しおちゃん買いました。書いてないけど多分ボディミストだと思う、うん、あ、書いてありました、ボディミストです。はい、これ私が買いました。すごくない？すごい。すごい開き方してるね、私。でね、これ緑っぽいのもあったんだけど、ピンクを買いました。はい、いい匂いしますね。はい、ラストかな、もう。あ、ラスト2個です、すいません。はい、まず1個目がビンです。あ、これしおちゃんだったね。これなんかね、そう、800円、これ結構いい値段だよね。で、そう、可愛いですね、うん、でもね、可愛いんで8割引きなんで。はい、で、ラストですね。ラストはパパだな、これきっと。何これ、ダブル9番ホルダー、99だって。99。何これ。9番、あー。なんか後ろの方が乗ってるかな。こんな感じで。なんかこう。平らな面にピタッとくっつくってやつです。画鋲みたいな感じ？何、まあ、スマホを壁にくっつける画鋲みたいな感じ、ね。あー、なるほど。9番版みたいな。それはいくらだったんだろう。917円。はい、以上ですね。はい、以上でございます。5000円ぐらいはしたのかな、なんだかんだ。そうね。はい、こんな感じでございました。はい、ということで今回はね、なんとかなんとか祭で大感謝祭。あれ、大感謝祭、あれ、大感謝祭。大感謝祭、難しい。大感謝祭、そう、ピンポン。で、あの 80% オフだったんでね、買ったものを紹介してきました、はい、紹介してきましたじゃないか。紹介してみました。はい、ということで、それではバイバーイ。